んかちょっと久しぶりな気がしますね。ただ一日空いただけで、おはよう、配信待ってましたってありがとうございます。そう、昨日はね、あの何も急にやってごめんなさいでした。急に終わらせて、うん、休みしてツイッターでは流したんですけど、朝に流したらよかったですけどね。はい、起きていたのかな。今ですか。今起きましたよ。今ではないけどな、ちょっと結構前に起きました。朝ごはん食べてました。はい、おはようグルトよ。で、おはようグルト、そうですね、練習お疲れ様、ありがとうございます。昨日は頑張りました。おはようございます。今日すごい雨ですね。っていうか皆さん大丈夫ですか。神のお家の前はすっごい真っ白になりました。真っ白になってましたね。涙やすのように見えるってほんまですか。いや嬉しいですけど、それは結構嬉しいけど、そうですね、最近公園があったじゃないですか。だからお家でご飯を食べてなくてね、そのお弁当とか食べてたんですよ。だからまあ食事が偏るっていうかさ、野菜とかは入ってないので、もう波は今肌荒れがやばいですね。はい、今日も頑張ります。昨日は練習を頑張ってましたね。はい、 N さんに向けて、さゆきちゃんと一緒に。西山ちゃんもね、26日に出るので。そうです、東京から帰ってる新幹線の中で見てます。あ、おはようですね、お疲れ様です。大変やな。昨日ね、あ、今見ました、ちょっとだけさっきね。はい、そうそう、頑張るぬわいの、頑張らぬわいの曲も新しく楽曲を披露してましたね。はい、29日昼ごはん同棲して、ありがとう、気をつけてきてください。鉄メガネさん、クマありがとうございます。夜中ぼちぼち降ってたなって。あのね、あの今日ね6時半ぐらいにママがね、あの一回起きたんですよ。ママは何時起きたか知らんけど、ママが起きてて、それで、あの神、あのお家でね、お花を育ててるんですけど、そう、風がやばくて植木鉢が倒れると思ったから、ママがねドアを開けてたらしいんですけど、あの植木鉢を中に入れてあげようと思ったらしくて、そしたらもう亜美の部屋まで風がビューンで飛んでって、亜美ねちょっと窓開けてたんですよ。それでで風通しが良くなっちゃって、それですごいあのもうピューンって耳元でずっと鳴ってたんですね。だから起きました、6時半に。そうです。風が強いですね、気をつけてください、飛ばされんように。雨降ってないけど風がすごくて家が揺れてます。さっきもう真っ白でした。風は雨はね6時とか8時ぐらいまでが一番良かった。今も吹いてるかもしれんけど、今は雨の方がすごいな。そういえば N シップ全滅でしたって。わ、全滅か。一般を今やってるんかな。よかったら待ってますね。おはよう、久しぶりに見に来れたね、ありがとう、おはよう。29日 N シップ夜公演当選して、え、応援しに行く、待ってます。今雷鳴ってる。あのそう、ほんでな、この前風がめっちゃビュンビュン吹いて、あのもうお家から何も見えんぐらい真っ白になって、それで雷がずっと鳴ってる時にはお家で一人やったんで、めっちゃ怖かったです。アミは、そう、握手会とオンラインお話し会で会いに行くね。あ、握手会とオンラインお話し会で会いに行く、ありがとう、待ってるわ。皆さん初めての方もね、いっぱい待ってるので、よかったら来てください。
そう、10月12日が落選が出てるみたいでめっちゃ嬉しいです。10月12日はほんまに来た方がいいと思いますよ。もう来なかったら絶対にあーってなると思います。皆さん後悔しちゃうね。だから当選した方はお支払いしてくれましたかね。昨日の23時59分までだったんですけど、そうですね、29日昼夜ダブル当選しました。わすごいね、全滅してる方もおったら昼夜当たってる方もおるんですねやっぱりジンクスで苦戦してるなって。そうな、ジンクスはめちゃくちゃ難しいですね。はいねピンク衣装見ましたか。見ました。昨日の頑張らないの、ね、新曲の洋服がめちゃくちゃピンクでしたね。衣装が可愛かったです涙がアンダーステンする分当たらないやって、なんでや。まあちょっと願っときます。涙は頑張らないの練習してる。してないですね。振りすら知らんかったですね。昨日のライブを見てわーって感じです。みんなって感じです。はい、29日初めて N コン入ります。あみたん、おすおす、ありがとう。なみが出てる公演しか見に行かんって言ってたから嬉しいです。 N も見てもらえて今九州来てるねんけど、こっちも雨とかですごかったやって、気をつけてください。うわ、ミラーボールや、ミラーボール、かよちゃんミラーボールありがとうございます。なんか大好き。なんかショールームの雰囲気が一気に変わりますよね。が止まっちゃったねなんか止まってるね。あ、止まってるけど、まあなんとなく戻ってきましたね。おはよう。そうです、ナンバライティ参考ありがとうございました。めっちゃ楽しかった、楽しかったですね。楽しかったです。ちょっと待って、くしゃみが出そうで出ない。頑張らぬわいです。違います、頑張らぬわい、頑張らぬわい。なんかね、あのちょっと発音が難しいけど、アミは勝手に頑張らぬわいって言っちゃいます。多分頑張らぬわいが正解かなですね29日の夜公演、太陽です。太陽、太陽ですね。アミちゃんのジンク楽しみ、ありがとうありがとうございます。けどもうね、もうほんまに今から心臓飛び出しそうなぐらいドキドキやけど、でも初日やけど、さゆきちゃんがおるのはめちゃくちゃ心強いです。さゆきちゃんも初日なんですよ。だからそれまでの練習が一緒にできるっていう、西山ちゃんとも一緒にやってますね。あみちゃん飛ばされたらあかんでやって、わかりましたね。風船とか持ってたら飛ばされるかもね用事で日帰りで東京に来てるけど雨は降ってないよ、だって。そうなんや。じゃあやっぱ日本って広いな、なと思いましたね。こういう時に一気に雨が降らんとかすごいよな。それか雨の雲が小さいかはい、今日は朝5時前に起きたから二度寝してよって。アミも6時半に起きたけど二度寝して8時に起きようと思ったのに8時半に起きちゃいました。結局でもね、久しぶりにゆっくり寝れました。ほんまにめっちゃゆっくり寝れました。あのなんかちょっと最近ゆっくり寝れた時があったんですけど、ゆっくりっていうよりはいつもより長く寝れたかなぐらいだったんですけど、まあ今日もゆっくりまではいかんけども、まあゆっくり寝れたけどまだ寝れるけど、まあいい、まあまあまあそうですね。これ以上寝たらもう起きたくなくなると思うので我慢です。29日が終わったらいっぱい寝ますはい。でもね、29が日曜やから次の日から学校っていう、もうすごい悲しい。もうそれならさあ、今週月曜日あれやん、振り替え休日みたいなのがあるやん。そんなんもう30日に振り替え休日してほしいですね、それならそうです。おはよう、おはよう。
そうですはい、そういう感じですね、雨的には。でもね、言うてもう あのね周年リハが始まるから、ヘナジップも被ってるんですよね、周年と。もう結構今回はやばいっていう、いろいろ、はい頑張らなあかん、頑張らぬわいですそうです、うん、おはよう。ジンクスめっちゃ好きだから、アミタンがやるの楽しみすぎる。わかる、めっちゃ見る分にはめっちゃね、いいですよね、あれかっこいいと思うけど、やるとね、もうすっごいすごいですよ、本当に。むずいアミタンってどんな話しよう。ハマってることあるって、ハマってることは何やろうな、最近ハマってることはね、なんやろう、考えときますね、ちょっと。なんやろうな、ハマってるものか、なんやろう。あー、でもまたスライム作り始めましたね、最近。あ、最近は作ってないけど、ちょっと前に。はい。なんやろう、ちょっと考えときますね。何がハマってるんやろな。わからへん。29日昼公演、埼玉から遠征しますよ。ありがとうございます。気をつけて来てください。ないっていう感じのぬわいなんか、あ、そうです、頑張らないって意味らしい、頑張らんぬわいが、確か頑張らない、頑張らなくていいような感じの曲らしいですね。もう焦った時はあれ聞くようにします、これからそうね。いや、めっちゃおもろくって、てんちゃんが世代交代のセンターを初めてやる時、もうどうしようどうしようみたいな、もうめっちゃ緊張するって時があって、その時ね、何て言うの、てんちゃんがさ、オーディションの時に歌った曲何やったっけ、あれどんな曲やったか忘れたんけど、なんか結構いかつい曲を聴いてました。そうで、なんでそんなん聴くんって聞いたら、いや、これ聴いたら結構強気でいけると言ってすごいよな。そう、あとはボヨヨン更新曲聴いてました、一緒に。あれも結構勇気出ますよ。皆さんも会社とかお仕事行く時に怒られるかもしれんって思う時があったらね、会議とかで、分からんけど、そういう時があったらボヨヨン更新曲聴いてください、ほんまに。めっちゃ前向きな気持ちになれますよ、あれ。そう、しかも歌のお姉さんとかが歌ってるから落ち着く声してますよね、めちゃくちゃ。そうなんです、だから皆さんも焦った時はあれ聴いてください。あれめっちゃ好きなんです、アミ、あの曲。そうです、昨日のライブはなんとか耐えれるぐらいの雨でよかった。そうなんや、それは良かったです。でもめちゃくちゃ、カメコさんの写真がツイッターで流れてくるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね、ほんまに。なんで動いてる生物をあんなに綺麗に撮れるのか、すごいなってめっちゃ思います。さすがよな。だからね、アミもね、あのね、周年ライブちょっとたくさんカメコさんに撮ってもらえるように頑張りますね、ほんまに。この前の夏のライブはもともと休憩研究生の出番が全然なかったので、ほんまに周年は頑張りますまだまだ知らないんですよ、もうリハ始まんのに、全然知らん。はい、そうですね、チーム N に N 公演体育祭に周年リハによる、しかも中間テストもなんですよ、実は。はい、ナミは今4つのものを抱えてるんですよ、やばいみたいな。大丈夫、ありがとう。もうほんまそう言ってもらえたら落ち着きますね。そうなんです、はーいジンクスやったらイケメンになれるんじゃんって。イケメンなれるかな。いやー、でのトーンの全体曲で一番難しいのはジンクスって。いや、アミはジンクスより難しいのを見つけましたね。まあでもそれはまた終わってから話しようと思いますね。はい。
はい、それではね、アミちゃん頑張らぬわやで、そうやな、まあ、頑張りすぎたら私はね、頑張らんとあかんけど、天気悪いのに今日から旅行行ってくる、アミクラできたらそれ、あ、ありがとう、気をつけてください。そう、何やったっけな、デイちゃん何やったっけな、結構いかつめの曲を聴いてたイメージがありますね。それとボヨヨヨン、ボヨヨヨン更新曲です、ボヨヨン更新曲。聞いたらアミちゃんのこともですよって、嬉しい。それはアミ、あれ結局めっちゃ好きなんですよ。そう、はい。はい、そういう感じです、聞いてみてくださいね。ジンクスは踊れるのって楽しそうで、そうやなけどめちゃくちゃむずいな、細かいね。でも振り V だけで起こさないとあかんので、振りをもうこうやってめちゃくちゃズームして画質が荒いから、すごいやばい。あ、く、あ、マジだ、幕張で会いましょうね、あみちゃんの握手を初めてで楽しみ、あ、嬉しいね、待ってますね。ありがとう。昨日のライブは、あれ、またあら、まあ、なんでか、昨日は寝落ちして起きれば4時半だった、早っ。目覚めるのがすごい。そうです、29が終わったら周年です。あみてお勉強好き、あみね意外にも勉強好きなんですよ、頭賢くないけど、課題はまあ追われると嫌なんですけど、追われてなかったら好きですね、まあまあ、はい。あれ、なんかアミさ、あの同じ、あれなんでやろう、めちゃくちゃコメントをずっと、あれ同じなんですよね、あれあれれれれ、どこや、わからん、まあいいや。まあいいや、じゃあ今日の一日でつるがねさんの絵を描きたいと思います、そろそろ、はい、ちょっと、はい、アミこれが終わったらそれこそ課題をしないとやばいですね、はい、あ、やばいね、ノート写さなあかんし、やばいねんな、結構今日も予定がきつきつですね、はい。タイムリミットは30分、やばいな、30分で終わらんな、諦めです。めっちゃ雨降ってきたよって、なんかね11時から12時か13時ぐらい、なんかお昼間が一番やばいらしいですよ。まだ10時やからもっとピークが来るんちゃう、雷鳴りだしたって、は皆さん気をつけてください、はい。そうです、そういう感じですね、皆さん、なのでお家から気をつけてください、雷打たれへんように。純喜になんて呼ばれてるのって、あ、この前ね千尋以外にも名前を呼んでもらえたんですけど、サエポンとともちゃんにも呼んでもらいました、アミタンさんでした、みんなアミタンさんやな、やっぱ。だけどね、アミはね、もうともちゃんは年上ってこともあって、サエポンも同じということがあって、あの敬語なんですけど、ともちゃんに敬語じゃなくていいですってめっちゃ言われます。そうですよね、逆に気使っちゃいますよねとか思いますよね、めちゃくちゃ。だけどな、結構ね緊張するんですよ。なんでやねん、アイドルの見合いでお願いしますって、オッケーです、ちょっと待っててください、よしよしよし、あれはめちゃくちゃダッサイズボン履いてるのでおなじみの、はい、それをどうにかこうにか映さないようにしないといけないからね、やばいな、部屋も片付けたいしな、もうほんまにね、やりたいけどやれないことが多すぎて今やばいんです、ほんまに
やりたいというかやらないといけないことも手につかないんですよね。結構いろいろとやばいですけど、まあ頑張ります。できました。ちゃっちゃくちゃーん、ちゃっちゃん、どうですかどうですか、なんでやねんって書いてきました。衣装は手四つやから書くのがちょっと難しいですね。こんな感じ。はいはい、チーズありがとうございます。そうやね、忙しい時ほどねやらないといけないことが増えるんですよ。テスト前とかは部屋の掃除が不意にしたくなると思うんですけど、そういう問題じゃないんですよ。ほんまに部屋が汚いんですよ。そういう本当の事実なんですよ。今はやらない、やりたいなじゃなくて、ほんまに事実なんですよね。やばいはい、そういう感じ。 Do you know JKT48 やって、 I know JKT48、 あれ合ってるよな。そうですね、めちゃ見たけどショールームすごいんですよ。この盛り上がり度指数がやばいし、もうコメントが一生来てた、こうやってずら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 。そうです、はい公開後掃除で部屋を強制的に綺麗にしましょう。ほんま何時間かかるかはい、じゃあ壇上見ましょう。13位ひろゆきさんありがとうございます。12位ベリマユさんありがとうございます。11位コスモライトさんありがとうございます。10位日高浩二さんありがとうございます。9位まこ兄さんありがとうございます。8位かよちゃんありがとうございます。7位てっちゃんありがとうございます。6位りょがたんありがとうございます。5位あんなちゃんありがとうございます。4位こうじさんありがとうございます。3位こにたんありがとうございます。2位とらおさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 ン鉄メガネさんでした。ありがとうございました。イエーイじゃあ皆さん今日も一日頑張ってください。あ、そう、あと後でねお花ちゃん日記をちょっと久しぶりにあげるので、4個ぐらい書いてんけどあげれてなかったやつがあるので、写真をあげてたけどさ、日記をあまりあげれてなかったので、ちょっとちゃんとあげますから見てください、よかったら。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあまたね、会いましょう。はいせーの、鉄メガネさん、イエーイ。それでは終わります。ありがとうございました。またねーバイバイ。